おはようございます、速稼塾の久保です。今日はね、懐かしいお店にやってきたんですけども、こうなってますね。これね、酒屋さんなんですよ。酒屋さんであり、多分お住まいにも使ってらっしゃったんでしょうね。私がどのように利用してたかというと、いつもね、麻雀雑誌を発売日になると買いに来てたんですよ。というところで結構思い出深い店だったんですけどもね、まあ、お酒の類は当時高校生だったんで買うことはなかったんですが、いや、ここにね、何回も何回もいろんな雑誌を買いに来ました。当時麻雀雑誌7紙出てたんですよね。近代麻雀をはじめ、特選麻雀とか麻雀娯楽とかね、その辺です。麻雀娯楽はまだあるのかな。近代麻雀は何紙か出てたんですけども、今はもうだいぶ廃刊休刊になったみたいで、まあ時代が変わればね、こうなっちゃいますよね。寂しいですね。はい、場所はこの辺りです。この辺りね、デパートの天満屋の近くです。寂しいですね。レコード屋のスタックスもありましたけどね、今完全にありません。それではまた懐かしい街角でお会いしましょう。思い出迷子のコーナーでした。ありがとうございます。